君が代が流れるところです。2002年に向けて、そして秋のシドニーへの階段を上る日本。共同開催国、ライバル韓国とのアウェーの一戦は、日本の力を高めてくれるはずです。Next, Korean National Anthem A Cuppa is gonna be sung by Professor Park In-su. 동해 불과 백두산이 마르고 닳도록 日本の J リーグでプレーをするおなじみの顔も見ました韓国の代表。98年の4月以来2年ぶりの年齢制限のない A 代表同士の対戦です。かつての代表のストライカー、元浦和レッズ監督の原博美さんの解説、ベンチ情報などは山本博史アナウンサー、実況は町田です。では早速日本の先発のメンバーです。先月の中国戦から3人メンバーが変わりました。ゴールキーパーは奈良崎、ディフェンスは中央にはこの試合も松田、右に森岡、左には今日服部を使ってきました。中盤ディフェンシブなポジションには稲本と伊藤、アウトサイドは右に望月、左に七海、攻撃的なポジションはローマの中田英寿、そしてツートップは中山と柳沢です。日本のリザーブのメンバーです。23人のうち22人が登録です。遠征メンバーから奥が登録から外れました。ベンチの11人のうち5人今日は交代出場させることができます。韓国のメンバーです。 J リーグでプレーをする選手が5人入っています。そしてフランスのワールドカップでプレーをした選手が8人、ベテランを揃えてきました。この試合をシドニーに向けてオリンピック代表世代の強化に当てるという情報もあったんですが、去年の秋日本に2連敗、ホームでの戦いに歴戦の男たちを揃えてきました。韓国のリザーブのメンバーです。ゴールキーパーはキム・ビョンジが昨日急に腰を痛めたために急遽キム・ヘウンというキーパーが今日呼ばれました。解説は原博美さんです。原さん、韓国の方は我々こちらに来てから練習を取材しても随分神経質になっているようでしたね。そうですね、もう特に監督はですね、非常にナーバスになっているなという感じすらしましたね。そのナーバスさが逆にモチベーションの高さにもつながっていると思うんですが、はい、日本にとっては、はい、そうしますと3月の中国戦以上に大きな意味を持つゲームになりそうです。そうですね、まあ、この雰囲気ですね、このアウェーの中で、韓国も
日本のサッカーを十分知っている選手を多く使ってますから、このアウェーの中でどれだけ日本の目指しているサッカーができるか、そこにかかっているんじゃないでしょうかね。そしてその日本チーム、改めて今日のスターティングイレブンの顔ぶれなどを紹介しながらお話を伺っていきたいんですが、はい、ディフェンスは中央に今日も松田で、はい、左には服部を使ってきました。そうですね、服部はスピードを持ってますから、韓国のサイド攻撃、特にスピードのある選手に対して服部なら対応ができるということもあるんじゃないでしょうかね、はい、そして中盤の底がおそらく稲本と伊藤ということになると思いますが、そうですね、2人ですね、まあ、韓国がホームで日本がアウェーになりますから、稲本1人ではなくて最初は稲本と伊藤と、その方がバランスがいいという考えだと思いますね。そしてヨーロッパでプレーをしている中田英寿、七海、このところ試合から遠ざかってコンディション、実践の感覚はどうか、はい、さらに前線は今日疲れている中山を起用して、はい、その中山と組んできたのが柳沢です、はい、まあ、この辺が柳沢、今得点は取ってないですけど動きは良くなってきてますし、昨日の練習でもですね、中山に変えて森島を入れたりしてますから、もし中山が疲れた時にはすぐ森島を入れるということを考えてるんじゃないでしょうかね、となりますと、まあ、本人ももちろん復活にかける思いもあるでしょうが、はい、トルシエ監督も柳沢にかける期待、はい、これ感じられますね。感じられますね、まあ、彼も今日1点入れればね、本当に自信つけてまた伸びてくるんじゃないでしょうかね。今日は七海がキャプテンマークをつけています日本。今キックオフです。中田英寿、右にはディフェンスライン森岡、森岡から前に送る柳沢、そして中田、日本ボールです。その柳沢をもう一度使ってくる、柳沢だ、ディフェンス寄せました、ゴールキックになります。立ち上がり早々柳沢に一つ鎖が入る形になりました。こちらは韓国のホ・ジョンム監督です。いや、もう立ち上がり日本も積極的に今のところ行ってますね、中田は今日も中盤の攻撃的なポジションです。服部がせる、柳沢へ、その柳沢のファールです。ここまで2つ3つこれで柳沢がボールに絡みました。はい、あの立ち上がりいいと思いますよ。柏のホン・ミョンボです。一気に前に長いボールを送ってくる稲本、そしてまた柳沢へ、チェ・ソンヨン、ビッセルのプレイヤーです。左にハッソッチュ、やはりビッセル神戸。あ、韓国はこれで長いボールを前に送ってこようという意識見られますか。ありますね、当然日本のバックライン3人がこうフラットで浅いということを知ってますから、また長いボールを入れてくる。そのフラット3攻略のためにか、長いボールを立ち上がりに入れてくる韓国。またゴール前に送ってきますが、フラッグが上がっています、オフサイド。去年までヴィッセルでプレーをしていたキム・ドフンです。今日は韓国はキム・ドフンと現在横浜 F ・マリノスでプレーをしているユー・サンチョルの2トップ。松田から右の森岡へ、日本も長いボール柳沢に送ってきます。あ、原さん、ここまで中山が一つのボールに絡まずに、はい、柳沢は柳沢と来てますね。いや、いいですね、これ。中山だ、柳沢来る、一つ柳沢中山のコンビネーションが見られかけました。ユーサンチョル、ホンミョンボ、プレッシャーがかかってまた前線へ長いボール。左は今日服部です。伊藤、アートプレッシャーかかってユーサンチョルのジョンヨンです。セレッソ大阪、もう一度のジョンユン、右の2番はカンチョルです。奪って日本、中山、前線で柳沢が逃げる動き、後ろに中田英寿、そして柳沢に入れてくる、落として斜めのシュート、あーっと、ダイレクトで狙っていきました。いや、狙いはいいでしょうね。で、特にここまで短い時間の中でもですね、
柳さんはこううまく動いてボールに絡んで今のも胸でうまく落としてますよね。いくつかくさびになってボールを受ける場面がありますね、はい、非常にいいんじゃないでしょうかね。立ち上がり中山から中田、そして柳沢に並ぶと当たっての日本の初めてのシュートでした。前半の4分になるところです。伊藤、また柳沢がボールに絡む。どうでしょうか、その意欲のようなもの感じられますか。いや、いいと思いますよ。稲本、この後気をつけた方がいいですね。監督ユーサンチョルから裏に送ってくる。韓国のチャンスだ。シュートに来た。あっと、ポストの左に外れました。しかし危なかった日本。前半の4分、こちらは韓国初めてのシュートを打ったキム5分。またその今度は距離は長いボールではありませんでしたが、ディフェンスラインに浮いたボールでした。そうですね、まあ、韓国の狙いでしょうね。今稲本のところでボールを奪って、このボールをもうキム5分間走ったところにも早めに入れていくと、これは一つの狙いではあるでしょうね。この韓国の攻撃に対して日本のフラット3がこの後辛抱機能していけるかどうかというところですね。そうですね。中山、後ろから中田英寿のサポート。ここは韓国チェ・ソンヨンのファールです。日本ボールのフリーキック、互いに1本ずつシュートを打ちました。失礼、ホン・ミョンボのファールです。さあ、中田はこのフリーキックをどこに合わせてくるのか。ゴール前には森岡、稲本と入っている。カーブをかけてくる。まだあります。稲本、韓国クリアする。韓国のゴールキーパーは今日はキム・ヨンデです。若いまだ20歳のプレーヤー、オリンピックの代表世代のプレーヤーですが、原さん、はい、レギュラーゴールキーパーのキム・ビョンジが急にいなくなった、はい、いや昨日まで普通に練習やってましたもんね、ですからね、日本の方もわざとキーパーに近いところ今ボール蹴ってんだと思いますよ。なるほど、中田がそのあたり頭に入っていたか。その中田から速い独特のグランダーのスルーパス。立ち上がりから互いにエンジンを吹かした状態での攻防になってます。そうですね。もう非常にこう緊張感のある試合になっていると思いますね。その中で日本は久々代表復帰の柳沢が目立つ動き。中盤に目を移しますと、やはり今日はディフェンシブなポジションに稲本と伊藤の2人です。七海のファウル。七海は今日はキャプテンマークで左サイド、左のアウトサイドです。七海はこのところベネツィアで3試合、はい、ベンチ入りから外れています。まあ、そういう面で今日の試合にかける意気込みはね、普段以上にあると思いますよ。それはおそらくあのクールな中田にとっても言えることだと思いますが、そうですね、稲本のファールで韓国ボールのフリーキックです。倒された17番はパク・テハ、攻撃的な中盤の選手です。距離はまだ30メートルほどあります。稲本のファール。さあ、この距離、この位置からのフリーキックですが、まあ、ちょっと遠いですけど、はまあパワーありますから、とりあえず最初は狙ってくるかもわかんないですね、はい、ボールをセットしてステップバックしているのは、助走を取るのはユー・サンチョル。そのユーが狙ってくる、壁に当たる。まだ韓国ボール、初そっちから中に入れてくる。七海のクリア。韓国ボールです。ジョンヨンへ、インアウトサイドのカンチョル、中に送ってくる。やはり韓国はこうして見ていますと、繋いでくるというよりは早く前線に当ててくる、とりあえず立ち上がりはそうだと思いますね。ですから日本としてはその早く入れてきたボールの後のこぼれ球ですね、それを早く韓国より拾うことが大事だと思いますね。左はヴィッセルのハッソッチです。松田のヘディング、
もう一度松田、稲本から中山へ渡らない。中盤伊藤が奪って望月、中央に稲本、左に七海がいますが中山へ、服部、そして前に柳沢が受けに入る。これは本明坊さあ、そしてそのままカウンターになります。韓国、柳沢が今この試合初めてでしょうか、くさびになるボールを受けきれませんでした。今ね、そこを狙ったのは本明坊ですね、日本のサッカーをよく知っている本明坊。チェ・ソンヨンへ、ここは稲本のファウルです。韓国ボールのフリーキック。2人で奪いに行った日本ですが、韓国ボールのフリーキックとなっています。ノ・ジョンユンが送ってきます。ゴール前にはユース・サンチュルとキム・ドフン、今イ・ミンソンも上がっていった。ゴール前に送ってくる、ヘディングは逆になってしまいました。ホン・ミョンボ、キーパー若い20歳のキム・ヨンデに戻します。落ち着いてキム・ヨンデ、キムテヨンから受けに入ったユサンチョル、このあたり日本がプレスをかけたいところですがなかなかかかりません。望月のファールになって韓国ボールです。ちょっと日本にファールが多いでしょうか。まあ、韓国もね、今優が少し下がったりして中盤で仕事をしてますよね。また一気にゴール前に送ってきます。キム・ドフンが落として奈良崎です。キム・ドフンが落としてユ・サンチョルが飛び込んでいきました。韓国、ね、このプレー対応していたのは服部、はい、今日の日本の3人ディフェンスラインの高さという点ではどうでしょうか。特にですね、韓国の方がわざと服部の方にキム・ドフンがいるんですよ、ですからあそこは上で勝てるという韓国としては読みはあると思いますね。なるほど、今日の日本の3人のディフェンスは中央松田、左に服部、右に森岡です。韓国の2トップの2人はキム・ドフンとユ・サンチュル、いずれも高さに強い選手です。立ち上がりは日本が柳沢がくさびを受ける形でいくつかチャンスを作りましたが、このところ韓国ペースで試合が進んでいます。前半の11分を回っている。柳沢のディフェンスで韓国ボールです。柳沢は去年の9月のイラン戦以来の日本代表への復帰。あ、そっちからこれはゴールキックです。韓国は現在 J1 リーグでプレーをする選手が5人。この先ほど映っていたキム・ドフンも去年までは J リーグでプレーをしていました。そしてワールドカップを経験した選手が8人今日の先発のイレブンに含まれています。中堅からベテランの選手を多く使ってきている今日の韓国です。それだけ今日の試合にですね、絶対負けられないというこのメンバー構成になっていると思いますね。一方の日本の方はこの今年になってからのメンバー構成を見ていましたもそうですが、今日も23歳以下シドニーオリンピックの対象になる年代の選手たちを4人、5人と使ってきています。そうですね、奪って韓国、ユーサンチョルに送ってくるが、やはり韓国はこの時間もまだ徹底して前線に長いボールです。早めに入れてきてますよね、これはやはり日本のフラット3に対してと。そうですね、ここまで逆に日本のフラット3のそのボールに対する対応はどうでしょうか。
キム・ドンフンに打たれたときはちょっとこう危なかったですけど、それ以外は落ち着いていると思いますね。柳沢、伊藤、中山です。今中田が前線に上がっている。その中田が奪う。あーっと中田倒された。日本ボールのフリーキックです。中田は日本には寄らずに直接このソウルに入っています。はい、ここ2試合はチームではベンチ。さあ日本のチャンスです。ゴール前には中山、森岡、稲本。直接来た、直接来ました。これもこの若い、はい、まだ20歳、このフル代表の経験がほとんどありません、キム・ヨンデ。はい、ただ安定してますよね。ただ情報は入ってますから、もう特に近い時にはシュートを狙っていけという指示が出てると思いますね。加えて原さん、奈良がこれでこの試合2つシュートを打ったことになります。いいですね、思いっきり良くていいと思いますよ。この奈良も直接ソウルに入ってきました。今日はこの後中村俊輔の出番はあるのか。日本のファウルです。原さん、韓国の方がこれ、はい、今日のメンバー構成を見ても勝負重視できていると思うんですが、はい、日本は若い選手を多く入れている、はい、考え方としてはトリシエ監督どうなんでしょうか。まあ、去年から使い方を見てますと、このオリンピックチームの選手を徐々にこう代表に、A 代表の方に入れてますよね。ですから若い選手がこういう舞台を経験できるというのは素晴らしいことだと思いますね。韓国にこぼれる。そしてサイドから韓国がえぐってくる。中に入る。松田がヘディングで逃げました。韓国ボールのコーナーキックです。コーナーキックは初めてえぐられる格好になりました。そうですね、ちょっとですね、少しずつ中盤のこぼれ球を韓国に拾われていることが多いですね。さあ長身の選手を含めペナルティーエリアの中に6人選手が上がってきました。韓国左利きのハッソチから後ろがちょっと空いてますね。東京を狙ってきて柳沢のヘディングクリア。こぼれ球韓国。これチャンスですね。柳沢が奪う。中田へ七海倒されるがファウルはなし。逆に韓国のカウンターのジョンヨンからボールが入ってくるがディフェンスに当たってます。柄崎です。ここはよく服部が寄せていきました。日本このノ・ジョンユンのクロスに対して詰めていった服部です。早間サウジアラビア遠征から戻ったばかりです。中山は昨日の練習でもチーム練習はおよそ10分ほどだったでしょうかね。そうですね、やはりねトリチェ監督も彼のコンディションがちょっと疲れてるっていうことは十分分かってますから、その時のために違う選手で試してたと思いますけどね。昨日の練習では日本チームは中山、柳沢という2トップでスタートをさせて、すぐに中山に帰って森島を入れました。はい、その他のメンバーは練習最後まで今日の先発のエレブンと同じメンバー。また長いボールを入れてくる。この後拾えばいいんですけど、そうですね、ここでつなげればチャンスになると思いますね。森岡から伊藤、中田にはチェ・ソンヨンが厳しいマークについている。マンマークについています。マンツーマン気味です。稲本、この稲本が中盤でボールをさばく仕事を続けることができるか。左から服部の攻撃参加です。中に入れてくる中山へはディフェンス入りました。もう一度後ろから望月は打ち切れない。逆に韓国、今のは一つですね、はい、稲本が中盤でボールをさばいてサイドを変えて、はい、いい日本の攻撃だったと思うんですが、そうですね、稲本がうまくこう攻撃に参加できて、左右にこうボールを散らせるようになればですね、
日本のいい形が増えてくると思いますね、日本のリズムということですね、はい、中田がドリブルで来る、2人で囲む韓国。昨日までこちらの新聞では中田英寿を止めるスナイパーにチェ・ソンヨンをコーチョンム監督が起用するという記事がほとんどの新聞に載っていました。そうですね、あっと寄せてくる、カンチョルだ、日本危ない、日本ピンチになる、戻して楢崎塞いだ、決定的なピンチでした、日本楢崎塞いだ、楢崎よく防ぎましたね、今至近距離からのこのユーサンチョルのシュート、スーパーセーブを見せました楢崎。楢崎の一番の良さ、はい、その至近距離からのシュートに対する反応の素晴らしさ、出ましたね、打たれてる時もね慌てないんですよね彼ね、ただちょっとこの辺気をつけないといけないですね。この試合最大のピンチが日本に訪れました。ただ楢崎は J リーグでもこのところずっと今のように素晴らしいプレーを見せてくれていますし、そうですね、チームの状況は決して良くないですけど、彼自身のプレーは素晴らしいと思いますね。今年になってから代表でも6試合中4試合、今日の試合を含めると7試合中5試合ゴールを守っています楢崎。町田さん、はい、今日の日本のベンチおとなしいんですがね、これまで指示が出たのはトルシエ監督1回だけ、ただ今の楢崎のセーブについては立ち上がってその後思わず拍手で自分の席に戻りました。スタンディングオベーションですね。原さん、今のそのトルシエ監督の気持ちは十分に分かるという感じですね、はい、やっぱりね楢崎ね、よく長いボールを使ってくる対応してましたよ今のね、スローで見てもこの後ですね、町田のクリアがこう相手に当たってこぼれてきたんですよね、この辺やはり今日の韓国のこう勝負にかける意気込みっていうのをね、はい、感じますね。韓国はチャ・ボンムン前監督の時にはフィジカルの強さを前面に押し出して、はい、マンツーマン気味の堅い守備からのカウンターサッカーをしました。そうですね、でホ・ジョンム監督に代わってからはそうではなくてトータルサッカー、これを志してきたんですが、今日この試合には中盤でも中田にマンツーマン気味のマークをつけていますし、はい、勝負にかけてきているという感じがします。そうですね、その中田コーナーキックです。ここまで中田はスペースに出したパス、味方へのパスというのは一つぐらいでしょうか。やはりねチェ・ソンヨンですか、かなり厳しくマークはされてますね、ほぼというか彼にはもうマンツーマンでついてますね。さあ日本のコーナーキック、七海が蹴ってきます、近いサイドに来る、後ろにこぼしてヘディングシュート、もう一度ハンドクリアした、惜しかったですね今の、日本ゴールを割れませんでした。だこの後気をつけた方がいいですよ。ここは服部のファールです。今のねファールになったから良かったですけど、あれをつながれたらもう逆襲になったところでしたね、日本の今のチャンスの場面 これ、ね、ここで後ろから伊藤のヘディングシュート、そして中山のジャンピングボールでしょうか。そうですね、韓国がボールをつないでいる、試合の方は韓国のチャンスになっている、日本囲んで奪った、伊藤が奪って稲本へ、前線で柳沢が逃げる動き、いいですね、稲本はドリブルで上がってくる、稲本ドリブルで上がってくる、中山へ開く、そして中田がゴール前に入っている、その中田へ後ろへ、あったですね、後ろは稲本のオーバーラップ、そして柳沢が取れませんでした。韓国の狙いは原さん、今稲本がですねボールを奪った後、はい、自分でドリブルで持ち上がってきました。いい素晴らしいスピードだったでしょう、だからあそこで稲本がああいう風に入っていければ、右に左にいいチャンス作れるでしょうね。おそらく鳥重監督の頭の中にもこの稲本がオリンピック代表で、そしてこのフル代表でも中盤のそこ一つの核になっていると思いますか。と思いますね、今日ここまでの出来はいいと思いますよ、松田、柳沢のくさびになるプレー、柳沢から中山、もう一度柳沢のワンツーは渡らない、逆に韓国奪い返して七海、中山へは渡りません。またこの時間柳沢のボールを引き出す動きが目立っている日本。日本ボールです。逆に原さん、はい、今日は日本はサイドの攻撃というのはもう一つここまでないでしょうか。
あまりできてないですね。どちらかというと今あったように稲本とか中盤の選手が真ん中からこうスペースへ、前線のスペースへ出すという形の方が多いですね。それはこの望月そして七海と、はい、韓国のサイド攻撃を警戒しているということもありますか。ありますね。服部中田からスルーして柳沢、いいですね、柳沢そして中田へ、ゴール前に中山詰めてくる、中田から折り返してきてチャンスになる、日本飛び込んでくる、かろうじて韓国クリアした、望月入ってきました日本。ちょっと今ね望月がトラップがうまくできなかったんですよね。ここで中田の折り返したら、いいボール入れましたよ。これこれトラップが決まってたらね、シュートまでは行けましたね。先月の中国戦でもこのもう少しでというシーンをヘディングね、ありました望月。また七海のコーナーです。遠いところに稲本そして伊藤といます。近いサイドに柳沢、選手がぐるぐると動きを変えてくる日本。対する韓国はマンツーマンマークのディフェンス、稲本が稲本の後ろにそらそうというプレーですが、もう一度七海、遠いところに柳沢がいるがヘディングクリア韓国、そしてもう一度こぼれ球日本です。中田から稲本へ、稲本追いつけばチャンスになる、折り返してくる、ここは韓国ホンミョンボ。もう一度しかし日本です。この時間帯は韓国がボールをつなぐことはできない。この後気をつけた方がいいですよこれ。さあチャムシルが沸きます。韓国サイドに流れてキムドフン、中に送ってくる、韓国のチャンスになる、よく塞いだ楢崎、いやまたファインセーブを見せました、はい、楢崎。あのね今右サイドのカンチョルが中から上がってきたんですよ、で七海がついてたんですけど、その前でですね、いやもうな楢崎よく出ましたけども、楢崎を抜けたらもうゴールのとこ行ってましたね。ただ楢崎がですね、ゴールキーパーの鉄則通りに前に出てシュートのコースをちゃんと狭めてました、そうですね。ただ韓国の狙いはこれですね、時間をかけないで早く攻めてくると。立ち上がりからのロングポールには対応していた日本のフラット3ですが、なかなかやはり今のようにカウンター気味の速い攻撃になりますと、飛び立ちが速いですからね、前半の25分を回っています。まだ両チーム得点なし。対応するのは伊藤、また右からの攻撃になります。韓国のジョンユン、あっと日本のファウルになりました。韓国ボールのフリーキックになります。長いボールを送ってくる、長いボールにはここまで対応できている日本。原さん、ここまで日本はその目指す日本らしいサッカーは達成度という点ではどうでしょうか。日本らしいサッカーということになればもう少しやはり七海、望月、そこをこう一回起点にしてという形を作りたいでしょうね。それがまだできてないですね。それはどこに問題があってできてないんでしょうか。それはねサイドのマークがかなり厳しいです。なるほど。七海と望月のところに対してね、日本の問題ではなくて相手韓国のマークが厳しいとの関係が大きいと思いますけどね。またディフェンスラインから長いボールを入れてくる韓国、これを拾えるかどうかですよね。逆に韓国一本ボールです。ここまでフラット3は日本よく対応していると思いますが、今もご指摘がありました、こぼれたボールに対する対応、そうですね。中田へ、中田秀俊、チェ・ソンヨンが激しくついてますね。きっちりついている。その後にファウルがあって日本ボールです。そして日本の2人のフォワード、特に今日久しぶりに出ている柳沢、
柳沢はよくキープもしてますけど、ちょっとやはり中山が疲れからなのか、あまりこう場面に出てくるのはまだ少ないですね、うん、いつものようなあのディフェンスラインを破るような、そういった精力的な動きはまだ影を潜めている中山。柳沢へ、こぼれたところ中田がせる、中山だ。あ、厳しいですね、やはり。そして韓国はまた早くゴール前に送ってきます。ユースサンチョルへ、森岡が対応する。今のは松田が競って、その後森岡が対応してましたが、そうですね、あの1人しっかり競って、1人がカバーできてれば大丈夫ですよ、きっちりと森岡のカバーリングがありました。今のような場面は当然のことながらフラット3ラインに、おっ、田村、日本服部が入りました。服部がよく絞りましたね、今のはね、まあ、先ほどの森岡もそうでしたが、今の服部もフラット3に固執するのではなくて、危ない時には足の中に絞ったり、ね、カバーリングをしたりと。やはりね、韓国早めから入れてきてますよ、特に横から早めに、それに対してここまでは日本のディフェンスは対応してます、はい、この場面も服部がうまく中にね、絞ってきて防いでますよね、まあ、この辺のセットプレーは注意した方がいいですね。この直接というよりもその後ですね、危ないのは。ユース・サンチュルとキム・ドフンが前線に入っています。そのキム・ドフンへのボール、望月のヘディングクリア、韓国ボールです。そっちゅう中に入ってくる、森岡の対応だ、抜かれた、危ない、日本、服部のヘディングです。もう一度韓国来る、ようやく奪って日本稲本から、韓国の波状攻撃でした。もう一度韓国、苦しくなってきた日本、空いてますね、外が。ユースアンチョル中に送ってくる、あとですね、これ、あ、そっちです。もう一度折り返してくる、右から左から折り返してくる韓国、日本はこうしてクリアするのが精一杯、つなげません。もう中田いいですね、中田がよく競って柳沢へ、柳沢よくキープしてますよ。稲本、あと稲本から七海は渡りません。森岡、あ、これも韓国に奪われる、はい、特にハソッチュがですね、かなり厳しく望月をマークしてて、なおかつそこで奪った後また出てきてますよね、ここまでサイドの攻防ではやや韓国優勢、そしてそれが原さん、中盤全体の攻防という点でもここまではやや韓国という感じでしょうか。そうですね、ちょっとこぼれ球 に対する対応とかは韓国の方が出足はいいと思いますね。ホン・ミョンボからユース・サンチョル、 J リーグでプレーをする2人、キム・ドフン、ユース・サンチョルが倒れてますが、また長いボールを送ってきます韓国、ハンドがありました、日本ボールです。まだユース・サンチョルは倒れています。手前のタッチラインには、競り合いの中で頭を痛めたでしょうか、はい、頭ぶつかったんですね。これは今のジョンヨンのハンドの場面です。このところ日本が押し込まれている時間帯、ただその少し前には森岡、服部といい判断でピンチを救う場面がありました。そうですね、トルシエ監督がここまでチームの基礎は出来上がったと、あとはそれをいかに伸ばしてポテンシャルを高めていくか、そういう段階に入ったんだという言葉を出していますが、あの森岡や服部のプレーというのはそれに当たってくるわけですね。そうですね、良くなってきてると思いますよ、稲本へ、七海、伊藤、ここも厳しい韓国のプレッシャー、はい、今のも伊藤に対してね、脳がかなり激しくチェックいきますから、こう
止めてみ、あの、なんかを考えるという時間がないですね。非常に中盤の攻防のタイトなゲームになっています。33分が経過しました前半、まだ両チーム得点なし。日本のシュートはここまで3本。中田にはチェソンヨン、倒れない中田、強いですね中田。ただプレッシャー厳しいですかね。監督、今はチェ・ソンヨンとノ・チョンヨンの2人に挟まれました。ユも出てきましたからね。キム・ドフン前を向いて、足はかかってません。ファールはありません日本。伊藤から中山のところはほとんど潰されてますね。ちょっと動き出しに精細を欠いているか、はい、中山。ですからできれば柳沢にうまく当てて、そこでキープしてもらって中盤がフォローする形をね増やしたいとは思いますけどね。町田さん、はい、日本ベンチはですねかなり前なんですが、中山に対してですねもっと体を張れと今週監督がジェスチャーで示してましたから、あ、そうですか。ベンチも分かっていると思いますね。いや、中山かなり厳しくマークされてますよね。この後ですよね、これがね韓国の選手が狙いが早いんですよ。もうジョンヨン、ナナミよく帰りましたねこれは。原さん、それは日本選手が遅いのか、あるいは戦術が徹底されている韓国のペースなのか。ね、韓国が早めに蹴って、そのこぼれ球に対して狙いに行ってますね。だ韓国の方が早いんだと思います。ということはそれに対して日本が対応していかなければいけない、はい、日本ボールです。この中山はアジアクラブ選手権、サウジアラビアから戻ってきてまだ日が浅い状態です。開いて森岡、今日は日本は森岡、松田、服部という3人のディフェンス。中山、ね、ここも中山奪われる。ここはほとんどこう相手に取られますよね。J リーグではきっちりと収まる今の中山のポストプレーですが、はい、今日はほとんど韓国の前にボールを収めてためを作ることができません。中山はですね、あの今のプレーは柳沢にやらして中山は逆に飛び出していくと、それに徹した方がいいと思いますよ。あの足元ではなくてスペースで中山走った方が相手も嫌だと思いますからね。立ち上がりは柳沢がよくポストになってましたね。あ、そうですね。だから柳沢はそれで得意ですから、柳沢に任せて中山はオフサイドギリギリのところ飛び出していくと、その動きが必要でしょうね。そのあたりが前線の2人のコンビネーションということになってくるでしょうか、はい、そしてもう一つチームとしての考え方ということになってくると思います。また長いボールを蹴ってくるこの後、サンチョル、ほらここが拾われるんですよ。右のアウトサイドはカンチョル、韓国、そして中に入れてキムドフンですね。あとキムドフン振り向きざま、キムドフンが来る、足はかかってません。なかったですね、危ないですねこれ。ただこのキムドフンにペナルティーエリアの中で、いやですね、まだ危ないですね。大外空いてますよこれ、ここが拾われるんですよね。松田が入りました。しかしもう一度韓国、いや、ナナミもあそこ頑張らないと、ミドルシュートに来た、厚みのある攻撃でした韓国。最後はカンチョルのミドルシュート。面白いように韓国がボールを拾っている、逆に日本は全く拾えない状態ですが、はい、あの七海、望月、その辺のサイドのハソッチとかカンチョルの方がこぼれ球早いんですよ。そこで拾われてまたサイドに出されてまた入れられてまたこぼれたところをそこ拾われるという繰り返しになってますね。これはポジショニングの問題ですか、それとも判断の早い遅いの問題ですか。動き出しが韓国の方が早いですね。あとさっき言ったように中山の足元ではなくてスペースへ動くプレーをすると、さあそうですね、中山裏に抜けてきた。いや、こういう動きをすればいいんですよ。中山のファールになります。今ファールになりましたけど、中山は今みたいにスペースへ飛び出していく動きをするべきなんですよ。ようやく中山らしさが出ました、はい、この試合初めてです。そしてそこに、はい、かつてのチームメイト七海からのロビングのボールが来た、はいはい、これでいいと思いますよ僕は。だから中山がそれをやって柳沢はしっかり受けると、森岡、柳沢へ、ここはファールはありません。いやね、これね、柳沢ね、もう最初何回かキープできましたから、韓国も厳しく来てるわけでしょ。だから今のはね、もう何としてでもこう体張ってほしいですね、
日の練習でもトルシエ監督からポストに入るときにはもうともかくキープをするんだということを口うるさいくらいに言われていた柳澤です。ちょっとここが前を向いた韓国、ちょっと空いてますね。これ右サイドからカンチョル、中に4人選手がいる韓国です。ここはミスキックに救われました日本。それに対して韓国は実にこの攻撃の考え方が整理されている、はい、シンプルですけどね、早めに入れてこぼれ球を狙うと、やはり日本のこのフラット3というかこのやり方をかなり研究してきてますよね。逆に日本は両サイドの選手が上がっていかない、柳澤と中山の仕事の分担がもう一つ整理されていない、はい、さらに中田からのキラーパスも出てこない。そうですね、その中田が来る、日本ボールです。中田に対する韓国のファール。ただ中田はやはりさすがですよね、この厳しいところでも中田の方がやっぱり早く、今でもこれもファール、ちょっと前にやっぱり触っていってますからね。いや、スローインを見ています。中田にはユニフォームをつかむぐらいの距離にずっとチェ・ソンヨンがついています。これね、並びに厳しくいってますよね、前向かえてもらえないでしょ、並びが。あと稲本がですね、うまくいかないんで早く上がるのはいいんですけど、稲本が早く上がっていくともう後ろに3人しかいませんから、ですから後ろからフォローしていく形の方がいいでしょうね。稲本が行ってはいけないのではなくて、はい、稲本が行った時には後ろの3人ももっと前にと、もう少し押し上げるということと、稲本がもう少しセーフティーな位置に最初はいた方がいいと思います。日本のフリーキックのチャンスを取り込んでくる。いいボールでしたけどね。中田からのボールでした。日本、柳澤がちょっと触ればゴールになったんじゃないでしょうかね。今の場面です。経験の浅いゴールキーパーのキム・ヨンデの前、この辺をね、柳澤はちょっと怖がんないで、キーパーとぶつかってもいいと思いながら行けば触れますよ。柳澤の場合にはあとまた韓国がチャンスになる。ここが空いてしまうんですよね。ユー・サンチョル、チェ・ソンヨン、チェ・ソンヨンが入ってくる、中に入れてカンチョル、フラッグ上がってます。ここは日本のフラット3のプッシュアップ。そうなんですよね、バックラインとですね、先ほどから言っているようにバックラインの3人と、これまあ、オフサイドになりましたけど、キム・ドフが違いますね。バックラインが言いますよね、その前に稲本も結構上がってるんですよ、ええ、バックラインの前のスペースが結構あって、韓国の2トップが引いた時にフリーで受けられてしまうんですよね、はいはい、ですからその前に稲本がいた方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですよ。で、稲本もうまくいかないんで結構早めに上がっていってるんですよね、ええ、中山が来るが、キム・ヨンデ、そのあたり今日は稲本と伊藤輝芳の2人が中盤のディフェンスのポジションに入ってますが、そうですね、あ、これいいですね。伊藤が来ます。伊藤が来てミドルシュートを狙ってきた。いや、いいでしょうね、少しリズムを変えるために、遠目からシュートを打った方がいいと思いますね。この伊藤のここまで中盤での出来はどうでしょうか。よくやってると思いますよ。前半の残り時間はあと3分ほどとなっています。まだ両チーム得点なし。ただ前半の半ばからは韓国ペースで試合が進んでいます。松田、ここ厳しいですね、なかなか前を向かせてくれない。七海が中に入ってます。左には服部、あっと厳しいプレッシャーの前で中で七海がコントロールできませんでした。そうですね、七海が持っている時ですね、ジョンヨンが素晴らしいプレッシャーをかけてますから、こう楽にパスが出せないですよね。でそういうプレッシャーの面では今日は韓国の方が上回っていると思いますね。そういう意味ではまさにこのチームの強化には格好の舞台と、はい、いうことが言えますね。言えますね。
この時間帯七海が少し中に絞ったポジションを取っているでしょうか。森岡、中谷はチェ・ソンヨン、日本ボールです。早いリスタートは中山へ、いい、ね、伊藤がフリーになっている、はい、右に望月、ダイレクトでボールが回った日本。中田はここにいます。その中田にはチェ・ソンヨン、今の望月の時ですね、ええ、日本と韓国の違いはあのサイドに出た時韓国の選手は縦に勝負していくんですよ、はいはい、例えば中にワンツーで一回当てて外へもう一回走っていく。日本の場合その両サイドが中に中にプレーしてきて、ええ、結局中に行くだけですから、あんまりサイドをやられるという心配は韓国にとってみればないんですよね、怖さが。その辺が違いかなという感じはしますけどね。なるほど。まもなく前半45分になります、はい、この時間帯気をつけた方がいいですよ。もう時間あまりないですし、セットプレーの後のこぼれ球、特に注意した方がいいですね。前線にユ・サンチョルとキム・ドフ、ホン・ミョンボが入れてきます。パク・テハ、パク・テハ落としてこぼれ球、しかし韓国のプレッシャーの前に日本はタッチに逃げるのが精一杯。今ロスタイム1分と場内に提示されました。そのロスタイムに入っています。日本と韓国の親善試合、稲本時間も考えたでしょうか。大きなクリアボール、また長いボールを送ってくる韓国。服部の対応、今日も日本はこの松田中心のフラット3のディフェンスライン、ここまでいくつかピンチもありましたがまだ失点はありません。ロングスロー入ってきますが、この奈良崎のファインセーブが2つありました日本です。韓国ボールです。ロスタイムに入って今1分が経過、ここでナザリさんの笛が鳴って前半終了です。前半は両チーム得点なし、ハーフタイムに入りました。七海からもう一度中田へ、中田が中に入れてきて持ち続き飛び込んでくる、ゴールキックです。しかし日本が変化をつけたコーナーキックから一つチャンスを迎えました。中田、七海、そして望月と、はい、何かキックオフ直後から柳沢が相手にプレスをかけていた、はい、その勢い、意欲がそのままここまでつながってきている感じです。多分ハーフタイムですね、トリシエ監督の方からもっとプレッシャーをかけろと前線からそう言われたと思いますね、はい、トリシエ監督のサッカーは中盤を制してそしてフラット3のラインコントロールで相手を抑え込んでいくというサッカーですが、前からプレッシャーがかからないとどんどんボールをこう放り込まれますから、そのためにも前線の2人からのボールに対する寄せということになってくると思いますが、チャムシルが大歓声、ロングボール入れてくる、ゴール前にユーサンチュロ待ってます。そのユーサンチュロの前に望月入った、中田が館長でのボールを奪って日本だ、日本前線で中山が動き直している。ここで、ね、しかし七海、まあ、してもらえないんですよね、逆に日本があそこは早い攻めを見せたかったところですが、そうですね、日本はこの後半の開始早々からベンチのメンバーがウォーミングアップを始めています。
前半はいくつか決定的なピンチも迎えた日本ですが無失点、まずまず守備の方は原さん機能していたと見ていいと思うんですが、はい、裏を取ってくる日本ゴールキックです。今度この後半は日本の攻撃を見たい、はい、そう思いますね。中山はコンディション的にやや苦しい状況、ユサンチョル、あここも球際厳しい韓国、奪われて日本、パスオッチュ、望月プレッシャーをかける、韓国ボールです。この中盤でのボールの奪い合い、プレスのかけ具合、日本どうでしょうか。あの前半よりは今のところはいいと思いますよ。韓国ボールのフリーキック、ゴール前にはユー・サンチョル、キム・ドフン、カーブをかけてくるが楢崎です。梶田さん、はい、韓国ベンチはチェヨンスがちょっとアップを早めてますね。そうですか。あの先ほどね、監督がハーフタイム戻ってくるときに声かけてましたね、中田へ、柳沢から中田へ渡るの伊藤でした。あのかつてオリンピック代表で、はい、そしてフル代表でワールドカップに向けての最終予選で日本を苦しめ続けたチェ・ヨンスが準備をしています、はい、韓国はここまで優勢に試合を進めながら得点がない。そのあたり、あ中田いいディフェンスしてますね。奪って中田から柳沢、ピンポイントで入りました、はい、素晴らしいボールですね。そしてそのポストを受けて柳沢から中山へ、中山だ、後ろから七海が来る、あーっと引っ張った、ファールはありません。あファールじゃないですか。引っ張ったように見えましたが、なんかねもうこれ危ないですよね。もう逆に韓国ドリブル入ってくる、ゴール前にユーサンチョル、このユーサンチョルへは渡らない。日本森岡のヘディング、韓国にやや支配されながらも日本はディフェンスは機能してます。あいいですね。中山へ、ゴール前には柳沢、鋭く入ってくる、その柳沢だ、落として後ろから七海のシュートは、あー得意の左足ですが十分ではありませんでした。やはりね七海はこの中に入ってきた方がプレーしやすそうですよね、それとな柳沢がいい絡みをしてここで落としてますよ。だから柳沢これができますからね。中山に出て、はい、柳沢がゴール前でポストになって、はい、そして七海という、そうですね、一つ形と思える攻撃だったと思うんですが、これはいいと思いますね。流れの中で一つ攻撃が形になりました日本。韓国入ってくる、日本危ない、危ないですね、日本危ない、韓国4人いる、あディフェンス森岡入りました。うわ危なかったですね今は。越えてきたら逆サイドに不利な選手いましたからね、日本の対応が完全に遅れていました。遠いところで今パクテハでしょうか、一人余っていました。余ってましたね今、ノーがうまくこう入ってきましたよね。入ってきてこのペナルティースポットの腰田側にパクテハ余ってました。そのノ・ジョンユンのコーナーキック、あイミンソンも来てます、15番ディフェンダー、高いボールで来て折り返す、日本クリア、稲本のクリアです。梶田さん、チェヨンス入りそうです。あチェヨンスが準備をしています。どっちとかありますかね、ボール前に送ってきますが、ここはきっちり体を寄せての対応でした。松田、いや服部です。日本のカウンターに入る、チェ・ヨンスはユー・サンチョルと変わるか、あるいはキム・ドフンと変わるか。日本ボールのフリーキックです。あチェ・ヨンスの登場に場内がどよめいています。そしてそれが大きな歓声に変わりました。キム・ドフンと変わります。そうですね、
キム・ドフンに代えてかつて日本を苦しめ続けたチェ・ヨンスがピッチに入りました。これホージョンム監督としますと、はい、ここ2試合、はい、オリンピック代表の世代ですけれども日本に連敗をしている、はい、今日は何としても勝ちたい、そうですよね、したがって点が欲しい、はい、でこのチェ・ヨンスがですね、去年一昨年とちょっと調子を落としたんですけど、はいはい、今年の調子を戻してきているらしいんですよね、そういうこともあると思いますね。あのワールドカップ以降、フランスのワールドカップ以降、海外移籍の話がありましたが、はい、それがダメになって、はい、精神的な部分から少しスランプに陥っていた、そうらしいですね、そういう情報があります。チェ・ヨンス、ただ今シーズンはベストフォームのこちらの人に聞きますと 90% にはなっているということです。日本チャンスだ、惜しかったです ね、 中 田、 ね、中田のシュート、やはり中田はでも強いですね。この相手プレッシャーに来られてもこうシュートまでこう入っていきますからね、セリエ A で揉まれ続けている中田、やはり日本は前線で柳澤が特にキープがうまくできれば、中田が前を向いてもらえる形を作ればね、必ずチャンスは作れると思いますね。そういう形がこの後どれだけ作れるでしょうか。中田だ、前を向いて中田からスペースに柳澤、ここは本ミョンボのカバーリングです。ユーサンチョル、チェ・ヨンスへ、原さん、はい、キム・ドフンとチェ・ヨンスのプレースタイルの違い、はい、まあ両方ともこうヘディングの強さがありますけど、チェの方がですね、日本人は嫌だと思うんですよ、こう結構入れられた思い出が多く残ってますし、彼も日本戦になると燃えるタイプですから、そういうところも監督起用の一つにあるんじゃないでしょうかね。そしてキム・ドフンに比べますとよりこの左右に動いて動けますね、左右に動けるのとこう両足持ってますからね。日本のディフェンスはチェ・ヨンスに対して一番警戒することは、そうですね、とりあえずまずしっかり最初にいい仕事させないようにすることでしょうね。稲本行きます、稲本来ます、久しぶりに稲本が前まで来る、中田だ、中田、中田のシュートは十分ではない、ただシュートまでまた持っていきました中田、稲本が素晴らしかったですね今。それを導いたのが稲本のドリブルでの攻撃参加、稲本がこのドリブルでの持ち上がることにだいぶこの自信を深めているような様子です ね、 そうですね。日本コーナーキックのチャンスになります。中山、稲本、柳澤、森岡と言います、伊藤が空いてますね、低いボールで来る、ホンミョンボのクリア、韓国、ガナミ戻して、服部、松田、前に送ってきますが直接キーパーのキム・ヨンデです。日本は原さん、はい、松田はセットプレーの時に上がってないんですね。上がってなかったですね、まあ、チェ・ヨンスが残ってますから、そういろんなこと考えて少し残ってるんだと思いますね。町田さん、はい、韓国はもう一人交代選手が出そうです。誰かは分かりますか。ちょっとはっきり分かりません。この試合は5人まで交代出場が認められています、はい、そういう面では早めに両方の監督とも動いてくる可能性がありますよね、日本の控えのメンバーも徐々にウォーミングアップのピッチが上がっていますが、町田さん、はい、山本さんどうぞ。中田です、中田、二人に囲まれて中田が行くが、町田さん、はい、どうぞ。キム・ドグンです。キム・ドグン、中盤の攻撃的なプレーヤー、はい、やはり攻撃にどんどん選手を投入してきます韓国。しかし今も中田はチェ・ソンヨンのマークを受けて、さらにハッソチと挟み撃ちにされながらも、はい、強さを見せました。いや、 やはりね、レベルのこう違いっていうのは見せつけてますよね、こちらの新聞にも連日中田の顔写真が載っていました。そうですね。さあ七海からカーブをかけてきて、飛び込んでる、あ、中山ですね、もう中山らしいね、いい飛び込みでしたけど ねちょっと角度が変わっていればゴールネットということでした、ね、ちょっとね触ったんですけど、あんまり強く触れなかったんですよね。
ただあそこは中山の持ち味ですよね、そしてそこに七海、ね、精度の高い七海のボール、はい、かつてのジュビロのコンビです。町田さん、はい、もう一人ユン・ジョンファンです。ユン・ジョンファン、セレッソ大阪でプレーをしている中盤のプレイヤーです。これは少しずつどうでしょうか、中盤日本がつなげるようになっている。そうですね、あの後半日本の方がいいですね。稲本のミドルシュート来る、おーコーナーキックです。後半の14分、この時間帯はやや日本優勢。韓国はこれは前半から中盤相当プレスをかけてですね、はい、少し疲れの出てくる時間でしょうか。そうですね、なんか立ち上がりからは日本の方がこう、ボールがうまく回ってますね。ゴール前に低いボールできます。これもホン・ミョンボ。ナミエ、トルシエ監督にはまだ動きなし。韓国が2人目の選手交代の準備をしています。ユン・ジョンファンが入ります。あ、セレッソの選手同士の交代ということになります。のジョンユンに代えてユン・ジョンファン。町田さん、キムド軍はもう一度ですね、ウォームアップ場に戻りました。そうですか。代わって入ったユン・ジョンハンは原さん、はい、のに比べますと中盤での活動量という点ではやや劣ると思うんですね。そうですね、ただうまくこうパスを供給できますからね。野が走り回って、そして自分が突破をかけていく選手だとすれば、ユン・ジョンアンはボールをさばいて、はい、人を使っていくタイプです。そうですね。また日本は2人が入る。柳沢前を向けるか。ここは韓国のディフェンス。ただ日本が後半に入っていくつか攻撃でいい構成を見せています。依然として0対0、両チーム得点なし。チェ・ソンヨンからパソッチュ、アク・ペハ、対応するのは伊藤。プレスをかける日本。この辺のプレッシャーが前半より、ね、日本が良くなってるんですよね、なかなか前に長いボール蹴れないんですね、また中山がプレスをかける。そうなんですね、中山がプレスをかけるようになりましたね。中山もね、守備に帰ってきてよくディフェンスしてますね、前半より。やむなくキーパーまで戻して、キーパーからのロングフィード、韓国。そしてこぼれ球も日本です。ここは繋がらない日本。また中山がプレッシャーをかけに行く。ここで中山の守備。中山が奪いましたが、一つ前、ユ・サンチョルに対する森岡のファウルを取りました。また韓国が控えの選手を一人ベンチに呼びました。韓国のフリーキックのチャンス。ゴール前にはユ・サンチョル、チェ・ヨンスと入っています。ユン・ジョンファンから日本のディフェンスどうか。ゴール前にカーブをかけてくる。日本ディフェンス入った。望月でしょうか。パソッチュへ、ファールなし。ディフェンス入る日本。中田のディフェンス。中盤でのディフェンスの意識、そして動きが明らかに変わりました日本。そうですね。ロングスローきます、韓国。おっと、ホイッスルになってます。ポジションの取り合いの中でチェ・ヨンスにファウルありました、日本ボール。韓国は4番の先ほどリポートのあったキム・ドグンが準備をしています。そして変わるのはパク・テハです。中盤の攻撃的な位置にいたパク・テハに変えて、同じ攻撃的な中盤の選手キム・ドクンが入ります。
この選手もフランスのワールドカップでプレーをした選手。3人選手を変えてきました韓国です。その韓国の前に日本、後半は優勢にゲームを進めている望月、中田、あ、森岡がここまでこの試合初めて上がってきています。戻して望月、真ん中つなぎに入る稲本、あーっとタッチラインはありました。今のも望月はどうでしょうか、稲本に戻す選択肢と崩しにかかる選択肢だったと思うんですが、まあそうですね、あそこで当ててもう一回自分で、ね、飛び出していくとかっていうことも必要だとは思いますけど、中山、柳沢へ、柳沢来る、ただ柳沢にはイン・ミンソンがついてます。18分を経過、0対0、韓国はここまで3人選手を変えてきました。松田、チェヨンスが追う、落ち着いて楢崎、味方につないでいきます。服部、柳沢のくさびになるプレー、伊藤から服部が攻撃参加、先ほどは森岡、今度は服部の攻撃参加、日本ペースです。七海からゴール前に中山待ったス、飛び込んでくるか、その前に若いゴールキーパーのキム・ヨンデ、まだ代表経験は2試合しかないキーパーです。しかし原さん、先ほどは右から森岡、はい、今は左から服部とディフェンスの攻撃参加が出てきた、ね、積極的に行ってますよね。ですからプレッシャーがうまくかけられて、あの日本の方が今中盤を制してますから、ディフェンダーもこう安心して上がれるんですよね。前半は韓国ペース、後半は日本ペースになっています。ユン・ジョンファン裏に送ってくる、ゴール前でユ・サンチロ待ってます。奪って日本スピード乗ってきます。松田、あ、今度は松田がドリブルできます。稲本へ、松田がそのまま前線を伺っている。柳沢から松田、あっと柳沢、あっと足がかかった、日本ボールのフリーキックです。ただその前は原さん、日本のディフェンダーが順番を決めてるかのように、はい、そうですね、あの今本当にいいリズムでできてるんで、ボールのつなぎもいいですから、その松田だったり服部、森岡っていうのはこう攻撃に参加できてますよね。そしてこの時間に日本が均衡を破る得点を奪えるかどうか、中田か七海か、蹴る位置にいるのは七海、キーパーは韓国若いキム・ヨンデ、今日1本狙ってきている七海ですが、浮かしてあれ来た、伊藤が来る、その伊藤足が高く上がって関節フリーキックになります。七海が、七海らしい変化をつけたボールできました。そうですね、21分を経過しています。後半、今の七海のフリーキック、伊藤の足が高く上がりました。後半ここまで日本はシュート6本がありますが、韓国はシュートなし。もう後半は完全に日本のペースになっていると思いますね。ロングボールを蹴らせていませんし、はい、中盤でよくボールを拾えていますし、そうですね、トルシエ監督はこの日本のここまでどう見ているでしょうか。ホンミョンボ、久々に韓国のロングボール、こういうの嫌ですね。ユーサンチョルだ、あ、今のは日本のディフェンスの対応もやや遅れ気味でした。ちょっとね、中途半端でしたね。服部、松田、前半に日本は2つ決定的なピンチがありましたが、楢崎が防いで、後半は日本ペース、
町田さん、はい、チェ・ソンヨンが左足を痛めましてね、かなり痛そうですね。ずっと見てますけど、何かベンチにこう合図を送ってますね。中田のマークについていたチェ・ソンヨン、左の膝のあたりを押さえています。まだ2人選手交代の枠が残っている韓国、日本はまだ1人も交代していません。チェ・ヨンス、伊藤を奪って、伊藤が後半は中盤でよくボールを拾ってます。望月から中山、あっと危ない、中山が倒れている。そしてファールをしたキム・テヨンに対してレフリーのナザリーさんからカードが出そうです。キム・テヨンに対してイエローカード、この試合初めてのイエローです。今の中山がファールを受けた場面、しかしトルシエ監督、中山引っ張りますね。そうですね、動かないですね。まあ、後半前半よりは中山も良くなっていると思いますよ。この辺で1点入れたいところですけどね、日本としては。奈良からカードをかけて、少し中田が引っ張られたとアピールしていますが、韓国ボールです。韓国のディフェンスはやはりこのホン・ミョンムが効いています。日本がゴール前にボールを送った時には必ずと言っているほどホン・ミョンムが立ち塞がっています。まあ、先ほど原さんからお話がありましたが、中山は後半はゴール前で飛び込んでいくシーンもありましたし、中盤に戻っての意欲的な守備もありますし、はい、前半よりは本当にいい活躍してますよね。スペースに出ていく動きもありました。町田さん、はい、韓国また交代です。はい、イーヨンピョを使ってきます。12番です。イーヨンピョ、左のアウトサイドの選手です。あ、日本危ない。チェヨンス、対応するのは松田、そして森岡も戻った。あ、チェヨンス、森岡のスライディングです。危なかった日本、ややディフェンスヒヤリとしました。韓国ボールのコーナーキックになります。中盤でボールを奪われて危なかった日本、韓国のコーナーキック、後半これが2本目。ゴール前にはチェ・ヨンス、ユー・サンチョル、中央にその2人がいます。遠いところにイ・ミンソン、低いボールできた、あるいはこれはユン・ジョンワンのミスキックか。こぼれ球は韓国へ、ナナミが追う。ナナミのディフェンスはファールです。さあ、韓国が4人目の選手交代です。やはり足を痛めていたチェ・ソンヨンに変えてイ・ヨンピョを入れてきます。この代わって入ったイ・ヨンピョはシドニーオリンピック出場する権利のある選手です。23歳。町田さん、はい、森島です。あ、日本は森島です。森島が今ベンチでウォームアップスーツを脱ぎながらトルシエ監督の指示を聞いています。昨日のままでいけば原さん、はい、中山に変えて森島ということになってくると思いますが。そうですね、このボールが嫌ですね。森岡の対応、落ち着いた森岡の対応です。前半は苦しめられたあのロングボール、中山が倒れています。今振りほどこうとした腕があるいは当たったでしょうか。日本は森島が準備をしていますが、今の中山が倒れたプレー、あ、今イエローカードが出ました。今キム・テヨン7番に対してイエローカードが出たでしょうか。キム・テヨンに対してだとすれば2枚目になりますが、日本危ない、ピンチになる。
チェヨンスから松田のヘディング、そのボールは拾いきれない、後ろからシュートに来たか。町田さん、はい、中山というふうにあの第4審判が言っています。あ、やはりね、退場ですね。あ、2枚目ですよ 今。そしてようやくレフェリーのナザリーさんが、はい、7番のキム・テヨンに対してピッチを去れというふうに言っています。先ほど中山との交錯した中で受けたカードが2枚目のイエローカードになります。したがってキム・テヨンは退場。そうですよね。町田さん、今第4審判から訂正が入りました。はい、今中山に代わって森島が入りました。ナザリーさんはキム・テヨンに対しては君は先頭札と退場だというふうに言っています。そうですね。ただ赤いカードを示されたところはこの放送席からは確認することはできませんでした。途中でね、あの出しましたね。途中で気がついたような感じでしたね。あの2枚目のイエローカードが出たすぐ後ではありませんでした。そうでしたね、韓国は1人少なくなりました。ハソッチュがこう帰ってますね、まあ、ハソッチュが左のアウトサイドではなくてディフェンスラインに絞って帰ってきています、はい、苦しくなった韓国。柳沢に送ってくる。柳沢後ろから来るが若いキム・ヨンデ出ました。この若いキーパーのキム・ヨンデですが今日はいくつかピンチを防いでます。よくやってると思いますよ。ただここで日本も1人多くなりましたから、積極的にいってほしいですよね。韓国は前線のユー・サンチョルを中盤に下げています。チェ・ヨンスのワントップになっている。そうですね。これ日本としますと中盤の人数は変わってません。はい、少し攻撃的に行かなければいけませんね、日本も。となるとディフェンスの選手が少し前に出るということでしょうか。 それもありますし、中盤の選手も積極的に、前半よりももっと積極的に、例えば伊藤、望月、七海、行っていいと思いますね、そしてそこをディフェンスラインの選手がカバーする、はい、埋めていくということになってくるでしょうか。あるいはフォワードを増やすかですね、前を変えていくかですね。森島が入っていますが、森島は柳沢よりもやや中盤に近いポジションに入っています。柳沢のワントップ気味、森島が 1.5 列目、 1.2 列目といったところでしょうか。そうですね。昨日の練習でもそういったポジションに入っていました。ということは柳沢のくさびを受ける動き、ポストになる動きが今まで以上に大切になってくると思いますが、森岡のクリア、そのクリアボール韓国に拾われる。おキム・ドグンから代わって入ったキム・ドグン、そのまま攻撃的な中盤の位置に入っています。そっちからここで掴み合いがあって日本ボールです。町田さん、高原呼ばれました。高原が呼ばれています。ということは柳沢に代えての交代なのか、あるいは森島を中盤に下げて、はい、高原を中盤の選手に代えて前に置くのか。それもありますね。誰と変えてくるでしょうか。トルシエ監督、31分を回っています。後半依然として両チーム無得点、両チームの動きが活発になってきました。もうこうなったらね、柳田は引かない方がいいですね。前に張っていって、前でもらうような動きだけしてればいいと思いますね。飛び出すのは森島がやりますから、柳沢がくさびに入ろうと呼んでいるスペースに流れて、その柳沢、あっと足がかかったか。柳沢のマークには2番のカンチョルが下がっています。そうですね。先ほどはハッソッチがディフェンスラインに下がっていましたが、この時間は右のアウトサイドのカンチョルがディフェンスラインに入っています。したがって韓国のディフェンス3人は中央ホン・ミョンボ、左にカンチョル、右にイ・ミンソン、中盤は左のアウトサイドにハッソッチです。そして韓国がここで選手交代、ユ・サンチョルを下げます。
13番のパク・チンソプが入りました。右のアウトサイドの選手。そうですね、まあ、カンチョロがストッパーになったんで、ね、右に入れたんですね。なるほどなるほど。そして先ほど入った12番のイ・ヨンピョですが、中盤のほぼ中央にポジションを取っています。韓国はこれで一層チェ・ヨンスのワントップという形がはっきりしてきました。そうですね、残り時間が10分少々となってきました。日本は高原交代のスタンバイ。やはり柳沢ですか。あ、柳沢に変えます。そうですね、柳沢今日は前半の立ち上がりからまずまずアピールしていたと思いますが、はい、ボールをキープするとかそういう仕事に関しては合格点だと思いますね、ただストライカーに必要な得点がありませんでした。チェ・ヨンスから中に入れてくる、後ろにこぼれてミドルシュートが来る。あーっと、日本1点を失いました。すごいとこに飛びましたね今のは。ハッソッチの得意の左足からのミドルシュート、こぼれ球ですけどね、さすがの奈良崎もあれはしょうがないでしょうね。一人少ない韓国先制。後半の34分、ここでハッソッチがフリーだったんですよ、でこのシュートはね止められないでしょうね、キーパーは。ただもう日本は攻撃行くしかないですね、これ積極的に。1点を失ってしまいました日本。1人多い状況で1点を追って、まあ、サッカーでは1人少ないチームが点を取るというのは、はい、よくあるケースですが、日本はこれフォワードもう1人にして、で森島がトップしたとか少しそういうことも考えてもいいと思うんですよね。服部高原へ。それと韓国がもうチェ以外は全部帰ってますから、うまくつないで外から外からという形をしないとなかなか崩せないでしょうね。そして代わって入った高原にはこのところ成長を見せているポストプレーを見せてほしい。そうですね、あとその両サイドを やはり使わないといけないと思いますね、あ、そして日本はもう一人呼ばれました。中村です。中村が呼ばれてます。中村俊輔呼ばれました。ゴール前に送ってくる高原だ。あ、小島、そして小島も呼ばれてますね、まあ、そうでしょうね。ストライカーの小島と攻撃を作る中村と呼ばれてます、はい。そしてその交代は原さんからご指摘があったように前に人数を割く形になっていくでしょうか。そうするべきでしょうね。やはりここはオフサイド。チェ・ヨンス、残り試合時間はおよそ10分。1点を追って日本、3人目4人目と2人いっぺんに選手を変えそうです。34分にハッソッチの素晴らしいミドルシュートが決まって日本1点を失いました。韓国は後半これが初めてのシュートでした。伊藤、右から森岡が攻撃参加する。ただ韓国はもう引いて守ってます。そうですね、この時に、ね、もう少しサイドに出た時にフォローを横について、こう横から突破を仕掛けることを狙った方がいいですね。森島から稲本、ミドルシュートに来る。森島だ、こぼれたボール、ディフェンスに当たったボールを森島のミドルシュート。前線の高原の動きの質はどうでしょうか。まだね入ったばっかりでよく分かりませんけど、あまり引かないでもいいですから、ゴールのペナルティエリアの中で決定的な仕事をねしてほしいと思いますけどね。今の望月の表情はあのハソッチのシュートの時に詰め切れなかった自分に対する苛立ちの思いでしょうか。そうですね。そして小島と中村が入りました。伊藤と望月がピッチを出ました、はい、森島が右に回ってますね、右のアウトサイドに森島が回って中村が左サイドに回ってます。ますね、七海が中に絞って、そして前線に小島と高原です。小島は代表初出場になります。手元の時計では残りあと8分ほど。
後半日本はいいリズムの時に得点を奪うことができませんでした。そして1人多い状況になりましたが韓国に1点を許しました。決定力不足ということは原さん、このところ日本代表は言われているわけですが、はい、なんとかねここで1点返ってほしいですよね。堀島がボールを呼ぶ。あ、しかし韓国に渡ってしまった。堀島運んで奪う。韓国サイドを変える。ゴール前に送ってチェヨンス。チェヨンス入ってくる。チェヨンス、もう一度韓国ボールだ。ゴール前に送ってきますが、これは直接ゴールキックに変わります。今日は前半は韓国の中盤での圧力にやや押されました。ちょっとダークですね。ロングボールにも苦しんだ日本です。少し焦りのような気持ちあるんでしょうか。あの、ね、早くなるべく前にボール出したいんですけど、出せないですね。あ、ここも韓国に奪われる。均衡を破ったハッソッチュ、ホン・ミョンボ。ここはもうプレッシャーをかけてほしい日本。つなぐ韓国。ハッソッチュに対して稲本のファウル。残りは5分余りとなってきました。日本時間がない。ホン・ミョンボからチェ・ヨンスへ。前線で小島と高原呼んでます。ツートップがそっくり入れ替わった日本。小島、スピードのある小島です。囲まれて奪われた。逆に韓国、キム・ドグン。森岡奪う。しかしすぐにプレッシャーをかけてくる韓国です。森島、前線高原と小島という組み合わせということになりますと、スピードのある小島がスペースへ、そして高原がポストという形になってくると思いますが、日本ボールです。40分を回りました。0対1。日本後半の34分に1点を失いました。七海から、一つこの角度から中山の飛び込み、惜しい形が一つあった日本、はい、松田も上がってますからね。今度は松田も上がっている。カーブをかけてくるが、コーナーキックになります。松田さん、三浦敦弘呼ばれました。三浦が呼ばれました。飛び道具も持っている、まあ、そうですね、あのフリーキックもありますからね、ショートコーナーできます。日本ゴール前に入れてくるが、キーパーキム呼んで、ちょっとボールがキーパーに近くなりすぎました。まあ、日本はこの時間、先ほどまでとは違ってゴール前にセットプレーは人数を送り込んだんですが、はい、逆に韓国、奪って日本、七海。そうですね、ここから早く前に動かしたいんですけどね、これ下げるより今稲本空いてたんですよね、はいはい、中盤で21番の稲本フリーになってました。七海、前に繋いでほしい。ただその前、中田秀俊は依然として厳しいマークを受けています。マンツーマンです。中田は今日なかなか攻撃の中で有機的に絡むことができません。前に行かないといけないですね。もっと前に出してくれという七海の要求。中田、稲本、前にボールを送れない。中田が前線に上がっていく。その中田へ、しかしハッソッチのインターセプト。日本ボールです。そして日本は三浦敦弘が入ります。残り3分、七海に変えて、七海に変えて三浦です。七海がキャプテンマークを松田に渡して、そして三浦が入りました。三浦は真ん中にいますね。ここで今右サイドに出てきました三浦。ただ三浦が左サイドで中村中に入った方がいいような気はしますけどね。
普段やってるところでね。中村ゴール前に送ってくる本明坊、代わって入った三浦篤弘、三浦行ってほしいですね。森岡、森岡はこの位置、森島、 そして三浦篤弘です。ゴール前には中田も入っている。小島ヘディング、小島のヘディングはダメ。初めてシュートを打ちました小島。やはり三浦は右サイドにいますね。三浦が右サイドに入って中村俊輔左サイド、中田と森島が中盤の前の方、やや攻撃的なポジション、そして稲本の一人のボランチという形になっている。三浦は普段の左サイドに行って、で、中村俊輔が中に入ってきた方がいろんなバリエーション増えると思うんですけどね。ただもう日本時間ないですから、どんどん取りに行くしかないですね。これ取りに行って、そして前にボールを打ってきた日本。まだ代わって入った2人のフォワード、高原小島と流れの中では機能しているとは言い難い状況です。日本残り時間少ない、今手元の時計では44分になろうとしている。森岡、三浦、前で森島、プレスをかけてくる韓国、下げる日本、稲本、前の選手の動きはどうか。ここに小島、高原と森島ゴール前へ、服部に上がってくるが、服部くる、日本チャンスになる、日本チャンスだ。後ろから中田のシュートはブロック入った、日本惜しかった。もう一度日本、三浦、ゴール前に中田がいます。フェイントかける三浦、そして折り返す、日本のコーナーです。服部がそのまま残っていました。服部がね、上がってきてるでしょ、でも左サイドは服部の方がいいと思うんですよ。なんか服部も攻撃もう行った方がいいですよね、そして日本は一人を残して全員がペナルティーエリアの中、後ろに流してくる。キムヨンデは今日頑張ってますね、急遽ゴールを守ることになったキムヨンデですが、安定したセーブを見せています。安定してますね。今ロスタイムが2分と場内に表示されました。ロスタイムは2分です。サイドを使ってくる中田、今日は中田決定的な仕事ができない。ゴールキックに変わります。中田は今日は途中まではチェ・ソンヨンの激しいマークの前に仕事ができませんでした、日本には時間がありません。満員のソウル・チャムシルオリンピックスタジアム、34分にハッソッチの先制ゴール。松田から高原へ、中田、松田、そして松田自分で上がっていく、いいですよね。サイドを変えて三浦へ、中田が呼んでいる、その中田へ稲本に落とす。中村俊輔空いてますね。森島がゴール前の森島に送ってくるが、キーパーキム呼んで出ます。日本の選手には合いませんでした。ロスタイムに入って1分30秒ほどが経過。足がかかりましたか、韓国ボール。もう日本にとっての残り時間はほとんどありません。韓国のコーナーキックを取っています。このまま敗れてしまうのか日本。韓国はこのコーナーキックもゴール前にはチェ・ヨンスだけです。そうですね、時間を使えばそれでいいという判断。危なかった日本、ここから行かないとダメですね。もう楢崎から一気に小島まで、本明坊、そしてここで試合終了の笛。日本敗れました。